最初はグーいんじゃんほい。どうもなにわなくともみやこがいる、なにわのおしゃべりガール河野みやこです。イエーイ。早速やけど、ランランの動画を楽しみにしていたみんな、今日はうちから重大なお知らせがあります。なんと今までお楽しみいただきましたこのはじまさくらチャンネルは今回をもって終わりとなりました。応援してくれたファンの皆様、ご意見ご要望を書き込んでくれた皆さんも本当に申し訳ないんやけど、お別れだけが人生やからね、涙もこらえて耐えてくれへんか。でもそんな悲しみだけじゃないんやで、今までこのチャンネルを支えてくれた皆様に朗報があります。なんと今日からこのチャンネルはうちがメインの河野みやこチャンネルに生まれ変わることになりました。イエーイ。さすがみやこちゃん、かわいいね、最高。もちろん新しいチャンネルになるってことは生まれ変わるってことやん。なら新しいこのチャンネルには新しいコーナーも必要やって思ってぎょーさん考えてきました。まずな、一番に推したいのはみやこのお笑いコーナー。やっぱり世界の皆さんに日本の関西が誇るお笑いを発信していかなあかんとうちは思うねん。なのでうちがいろいろなお笑いをして、その様子を同時通訳で英語圏の方々にもお届けしようと思います。なんとね、今日はそのために同時通訳のアルバイトさんも雇いましたし、皆さんからのご意見でもやっぱり字幕入れてとか言葉の壁があったしな。では早速アルバイトさんよろしく。ではみやこチャンネル第1回目はうちが考えたお笑いネタを披露したいと思います。For the first video of the Miyako channel, I want to put out a comedy video. 英語圏の人に伝わるかな。どうしようどうしよう、めっちゃ緊張してきた。I wonder if this video will go for the international people. じゃあ、いくでー。もういつまでやるのこのネタ。おお、何？なんだ、ノリ悪いで。せっかくうちが盛り上げようと思ったのに。ノリってひどい。さっきから最初のさ、さくらチャンネルが終わっちゃうとか、皆さん、さくらチャンネルは終わらないですからね。おお、ネタやんか。ジョークジョーク、ジャスキリンオッケー。半分はジョークやから。半分って何？それはやな。それはこのさくらチャンネルとは別にみやこチャンネルがオープンすることになりました。ありがとう。ランランもぜひみやこチャンネルに遊びに